どうも、ヤクモコマチです。天国姫5を届けると続きを始めていきましょう。ではでは、徴兵からいきましょうかね、と。あと言っても、ヨシネのとこで徴兵するくらいじゃないかな、やることって。大成功ですね。で、徴兵して渡すのは、でももうあんまり徴兵する意味ないんだよな、実際状況が状況になっちゃったからな。もうなんか無理絵感覚っぽいから、どうだろう。ありがとう、頂戴いたしましょう。でももういいか。ここまで来たらもう武将になるだけやっていきながら普通にストーリー進めますか。とりあえず小早川さんに会いに行きます。何を悩ませているのですか。とおまくんはここに高影か。すみません、聞いてはいけないことでしたか。うるさくはありませんでしたが失礼しました。お、何を考えているんですか。はい、私でよければ。あの数少ない親しくなった人でもね。どちらも意地になって引っ込みがつかないというわけですか。店ですか。その店にしたいという場所は一体どこに。城の裏手。それはいけません。今一度この城の構造を確認したいのですが。おう、それは辞書を売らずにいた家臣を褒め恩賞を取らせるべきかもしれませんよ。店であれば不特定多数の人間が出入りしていてもそれほど怪しまれませんから。確かに。礼なんて。困っている相手のことを考えているのでなければ天城殿もすぐに気がついたはずです。天城殿、では私も高影と。そこには何の店を作るつもりだったのですか。おお、甘味どころか。まあ、そんな近くに甘味どころができたらきっととても便利だったでしょうに。もう少し違う位置ならよかったです。お、意外だ。まあ女の子ね、あんまり、ええ、人並みには甘いものが嫌いって子はいないようですけど。トーマくんはいろんな女の子に贈り物を送ってそうだからな。なかなかいいお菓子を渡すんじゃないか。あ、北畑は東北とか、中国地方とか四国とかあんま関係ないけど、こいつは見ておきましょう。こいつあんまりいないんで、だいたい死んでます。はぁ、早速戦場ですか。この程度で僕の首が取れるとでも。楽しいね。次、見た目はなんか、そんなにあれっぽいのに、僕は
れそんなに高速とか高かったっけ。呪い、はぁ、あ、僕にかかってくる度胸は骨にあるが、全く実力が伴っていないな。これがあれかな、裏の顔ってやつかな、こいつの。あ、どっちがか。でもやっぱりこっちじゃないかな。そっちが来ないのに、こちらから行ってやろう。はあ、これでどっちが表なのか分かるのかな。お、夜分に失礼いたします。草畑ですが、あ、草畑っていうんだこいつ。あ、畑なんだ。へえ、失礼。で、いえ、今日の戦なのですが、少し驚かせてしまったかなと思いまして、見苦しい姿を見せて申し訳ございません。で、ちなみにどっちが本当？戦場ではついああなってしまうのです。お恥ずかしい限りです。それっぽくはしてるけど、こっちかな、偽物の。確かにそもそもあれがあったよね、裏の顔とかっていうスキルが。天城殿、どうかなされたんですか。お、さあどうなる。やっぱり、それはおそらく気のせいでしょう。戦終わりでお疲れなのでは。では夜も更けてまいりましたし、まあそういうことだろうね。これ以上長居するのもご迷惑になるでしょうから、僕はこれにて失礼します。なかなか黒いですな。さすがは軍師殿、その観察眼には感服いたしますね。なかなか面白いキャラだね。そんなに気をつける必要はないんじゃないかな。まあ、寝首をかかれる可能性はあるけど。確かに。どうしようかな。攻めもそもそもかなり凄まじくなってるからのうち。松永か山中か。でも山中の方かな。順番に来てるしな、中国地方の武将たちを。返答がない。ほう。いないのかな？おや、天城殿、山中殿にご用事ですか？それでしたら、向こうの庭の方にいらっしゃいましたよ。あ、まだ普通にいないのか。
お、何をしてるんでしょうか。ああ、なんだ、この日は会わなかったんだ、結局。あれ、こんな人だっけ。やべえ、ファイブの山中さん初めて見てるかもしれない。いや、てか、初めてか？ファイブは画面とかもあんまり見てないかな、もしかして。はい。また一緒に戦えることを本当に嬉しく思っています。それでは、これで。え、すごいな、まだやってたの。はい、いかにも。それがしは山中しかすけですが、何かご用ですか？やっぱしかすけでいいんだよね。軍師の天城殿ですか。わざわざご足労をおかけいたしまして申し訳ありません。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。すごく、うん、礼儀正しくていい人だね。はい、それはぜひ。それでは失礼いたします。明るいな。なんか昔のフリーの頃かな、あれに比べればこっちのがいいかな。ここは向こうでよかったんだけど、やっぱりなんだろう、グラフィック自体がね、向こうはあれだったからな。ちょっと一回見てみるか。になったから。山中。毛利がいた。あ、いたいた。あ、うん、やっぱこっちのがいいね。あの、昔ってあの、七点八九ってのを背中に背負ってたんだよね。あの、旗みたいなの。で、なんか、九の字が、八九の九の字がなんか間違えてて、なんかペケしてなんか直してあるみたいな。そういうのを背負ってたから、なんか、うん、なんかそのキャラを見てなんか微妙だなみたいな感じだったから、個人的になんかもしかしてさ、結構イベント終わってきてる、これキャラたちだって。高虎とかこの辺終わってるもんね。俺六角さんも終わってるはずだし、あとなんか久秀とかこの辺じゃね。そろそろ行くか久秀に。いやー、とりあえず CP あるし、ちょっと片っ端からこの辺の消化しとこうかな。ターン、このターンは見てるね。黒田官兵衛はそれあれだよね、多分あの象に囚われてるところだよね。六角さんでしょ。見たことある、見たことある。ちょっと片っ端から消化中です。あ、カラスマさんも言っとこうか。この汚いって書いておじゃるの人。なんか掃除ができないんですね、この人。あと、本願寺。あれ？見てない？あれ、見てなかった。じゃあ。ちょうどいいか。じゃあ、本願寺さん見て終わりにするか？あ、終わりっていうか、進めようか。あれですか、ね、そうだよね。あの鳥さん、それしかないよね。確か鳥さんが一緒にいたよね、この人。あ、そうそう、鳳凰だって。鳳凰なら部屋だよ。なんかね、部屋に鳳凰目当ての人がいっぱい来て落ち着かなくってさ、
鳳凰もシヤホヤされてすっごく嬉しそうだし、鳳凰がいろんな人に好かれるのも嬉しいんだけど、胸がモヤモヤしちゃって。気持ちか、普通に。すげえな、こんなに鳳凰すごいの。今日もまたすっごい数の参拝者だね。何を言ってますの、うん、ふんじさん。私もあれに並んじゃおうかな。あんた飼い主じゃなかったっけ。この人際どい言ってる、特にこのところだいぶ短い。ちょっと一緒に過ごす時間が減ってるのが寂しい。レオタド的な感じなのかな、この服中は。鳳凰も参拝者が多すぎて夜寝るときはすっかりくたびれちゃって大変そうだからさ。おお、だったらもうなんかその鳳凰のなんかお寺的なの作った方が早いのか、この場合。参拝時間昼から夕方までになるんだ。へえ。ケニオのやつだった、もしかして。なんか動物とかが好きな女の子たちってこの相手がいなくなるとすごく寂しそうになるな。さてさて、ライブショー、あ、北畑か、これ北畑か。出す、出しとく、こいつか。あ、でもなんかお国さんもいたな。とりあえず出すだけ出しとくか、こいつら。で、先で一個ちょっと横にずれてもらって、この辺のもちょっとこっちに寄せとこうか。九州の方に GP 余ってるし。で、このターン確か攻める数そんなになかったはずなんだよね。とりあえず足利と細川は前に出して、他はでもこの状態だね。これでいいや。さあ攻めますよ。吉弘とトシちゃんで下攻めて、お隣と吉川さんで、下攻めて、五節さんと鍋島さんで、美濃に入り。で、足利と細川で、あ、正面かなぁ。それか上か。いや、上より正面突っ込むか？全然広げようか。で、和歌山の方を、ここどこだっけ？
お、キーハントか。攻めて攻めて、これで終わりじゃね。一通り攻めたね。 OK OK OK。 ではこのターンもこれを攻めて終わりですかね。時間的にもそんなにもう一周回るだけの余裕はないし、解除管区していく。ああ無理だよね、こっちの方が移行少ないしな。私の先が一番上手でしたね。で一夜谷城、さすがに海上韓国は移行の差がありすぎて無理だね。これはまあ越前の方も突破がちょっとできてきましたね。あ、海上韓国しとけばよかった。あ、これキーハント無理だわ。おい、おい、いけた。マジか、いけるのか今の。びっくりした。殲滅、降伏、降伏、降伏。昔は埼玉大市もいたんだけどね、こういう武将で。今は確かいなかったよね。はい、会場監督。私が言った通り、すぐ落ちたでしょ。あ、おたに城。はい、オッケー、解除完了。多分誰もいないよね。さあ、近江方面も全て制圧した。これで西側は全て抑えれるかな？そのまま突っ込みます。そのまま突っ込みます。高本と小早川が、ちょっと苦戦してるな、雑賀城に。さすが雑賀城、なかなかやるより。小早川さんは、これは何？策謀暗躍か。両角レベル 30% 低下させる。よっけい。越中一向一揆。いらない、いらない。13000って入ったか、今もしかして。あ、でもこれ、ちょっといけるか？徴兵だけして、ちょっと進めとこうか、今回。徴兵いるか？まあ、一応この処置では徴兵しとこうか。大成功ですね。徴兵ちょっとだけして、いやでも徴兵もいらないかな。恩賞だけできたら渡して、あとは武将に合うだな。片っ端からちょっと、次回の用意だね、これ。基本略奪で飛ばせる子たちをガンガン飛ばしてって、もう割ってる子たちの方が多いからな。えい、他に本願寺やってなかったけど会話あるんだな。まだあるもん。山中、小早川、あ、烏丸、おじゃる、おじゃる。一人分ぐらいいけるか？もう一人分ぐらいいけそうだな。だったら、とりあえず小早川さんに会いに行こうか。あ、そうま。すごく気軽になった。天城殿じゃなかった。今日は休日なので、城下町を視察しようかと思っています。休日に町の視察か。姿勢に気を配るのは高本姉様もしていたことなので、それを見習おうかと。姉様なんだ。先日の礼ですか？いえ、別に礼を言われるようなことはしていません。ですから礼など不要です。というと甘味どころですか？お、食いついた。
お、神どころに食いついた。あら、かわいい。頼むとまで言われては断るわけにはいかないでしょうね。同行させていただきます。いいな、かわいいな、高影。意外に表情変わるな。それで相馬、うまく片付いたとはどうなったのですか？それは天使にとっても幸いでしたね。お父っつぁん、天城様がいらしてくださったわよ。まあまあ、天城様、ようこそおいでくださいました。その節はお父っつぁんと地主様の仲裁のみならず、こんないい場所に口利きしていただきまして、本当に何とお礼を申し上げていいか。今日はご馳走させてください。いい人もお連れいただくなんて本当に光栄です。嬉しいわ。いい人だった。今、美味しいお茶をお入れしますね。そうなったか。お父っつぁん、気合を入れて腕によりかけてこしらえてくれよ。あら、初対面でいい人なんて言われたのは初めてです。ああ、やっぱり。誰が誰の？私が相馬のですか？意外に疎いな、高影。あらあら、見つめ合ってお熱いこと。どうぞこちらの長椅子を使ってくださいね。これうちの自慢のお団子とお茶です。どうぞ召し上がってください。ここで娘が。すみませんね、今注文が立て込んじゃってて。一通り型がついたらお父っつぁまご挨拶に来させますからね。まあ、いい立地の位置に出したらしいからね。相馬がご迷惑でしょうし、後で訂正しなくてはいけませんね。そうだなって言うね、お前そこは。はい。あら、来るかなとは思ってたんだ。やっぱこう見るとちょっと小さい。あ、でも体的には普通に発育もしてるっぽいし、そこの年齢ではあるのか。とか照本のよりはお姉ちゃんなのね、多分。そこ考えるとそれなりの年齢ではあるのかな。一応わかんないけど。お団子を蒸すんでしょうか、茹でるんでしょうか。とてもツヤツヤしていて綺麗です。ここ？それを考えてたのか。そのようにじっと見られていては食べにくいのですが。そうですね、美味しいうちにいただかなくてはお団子にも失礼ですよね。用意されたものなのですから、お代は後でお支払いすることもできるのだし、ここは遠慮なく。はお、
なんて滑らかな舌触り。硬すぎず柔らかすぎず、いつまでも噛んでいたくなる絶妙な歯ごたえ。徐々に唾液と混ざり合って柔らかくなってしまうお団子と、噛むほどに味わい深くなる甘みが飲み込んでしまうのももったいないくらい。言える言葉はこれだけです。おいしい。他に面白いなこの子。幸せ。あ、すんごい普通の鼻に抜ける香りも良くて、いつまでも食べていたくなるこの感触。でも飲み込んでしまいます。食べるのが止まらない。お、はい、とっても美味しいです。もうこんなに美味しいお団子を初めて食べました。きっと丁寧に仕事をなさっているんですね。口当たりがとにかく滑らかで、噛むのが気持ちいい。トーマンに喋りかけられたら戻るかなと思ったんだけど、あ、戻った。あ、いえ、そのような、私としたことがお団子に夢中になってしまって、はしたない、お恥ずかしいところをお見せしました。今回面白かったよ、個人的にも。そんなこと言わないで、天城様も召し上がってくださいまし。気に入っていただけたならおかわり担当持ちしますから。あ、どっから現れた娘さんよ。お気遣いなく。そんなに美味しそうに食べてもらえると嬉しいわ。お父様も喜びます。よければこっちのぜんざいもどうぞ。あら、新しい甘味が来た。娘子、お感情は。第四ある天城様のいい人からお感情なんて頂戴できませんよ。遠慮なく召し上がってってくださいな。いや、だからそれが、ともかく私は感情を支払わぬわけには。あら、やだ。としたらせっかくのお二人のお時間を邪魔しちゃ馬に蹴られますね。いや、それは娘子の勘違いで、私は。照れなくても分かってますよ。邪魔者を引っ込みますので、用があったらお声掛けください。いや、今すぐ用があるんだけどね。困りました。私までご馳走してもらうわけには。ああ、そういえばお母様やお姉様たちはそういう気遣いが上手でした。お、私に足りないのはそういう部分なのでしょうか。まあ、高本は、そうだね。音春もそうだと思うね。ですね。今日のところはご馳走になるとします。あ、このぜんざいもとても美味しいですよ。相馬もいつまでも立ったままでいないで、座ってご馳走になってはいかがですか。まだ立ってたの、相馬。お団子も美味しいですよ。これはそれの方がびっくりだわ。このままいつまで立ってんだよ。ふう、まんじゅうもあるのですね。今度来たらそちらもぜひ食べてみたいです。いえ、本当に礼を言われるほどのことをしたわけではありませんから。迷惑ではありませんよ。訂正しなければならないこともあるし、この店にということでしたら喜んで。とりあえず甘味どころならどこにでも連れてけそうだな、高影は。いやー、面白かったね今の。まあ、では、今回はここまでにいたしましょう。次回も、まず武将に会うから始めて、まあ、次回は
久秀とかにも行けるかな。さっき馬頭終わらしたよね。とりあえず賢女と鹿助は行くし、残ってる中だったら細川藤高先に終わらせてもいいな。こいつ男だもん、一回で終わるだろう。その辺もありますね。まあ、ではここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。